小沢一郎逮捕攻撃に失敗した謀略家、学者のふりをした謀略家が朝鮮になる、そういうことなんです。これが敵方の将軍の一人です。こういうとんでもない顔、まあすごい顔でしょ。結構新聞なんかに出てきてる。その こいつ、この左がリチャード・アーミテージ、これも臭いものですね。尖閣なんかの問題を煽ってるのはこのアーミテージです。これあのジョセフ・ナイトという人が書いた対日超党派報告書というのを読んでみるとこう書いてあるんですね。東シナ海、日本海近辺には未開発の石油天然ガスが眠っており、その総量は世界最大の産油国サウジアラビアを凌駕する分量である。米国は何としてもその東シナ海のエネルギー資源を入手しなければならない。アメリカがなんで日本のふざけんなお前のもんじゃないだろうか、日本のもんだろうか、どうもと叫びたくなります。そのチャンスは台湾と中国が軍事衝突を起こす時だ。当初米軍は台湾側に立ち中国と戦闘を開始する。日米安保条約に基づき日本の自衛隊もその戦闘に参加させる。中国軍はアメリカ日本軍の補給基地である日本の米軍基地、自衛隊基地を本土攻撃するであろう。本土を攻撃された日本人は逆上し本格的な日中戦争が開始される。女性の前がこういう戦争を受けたことを出てるわけです。日本を戦争に巻き込む。米軍は戦争が進行するに伴い徐々に戦争から手を引き、日本の自衛隊と中国軍との戦争が中心となるように誘導する。日中戦争が激化したところで米国が和平交渉に介入し、東シナ海日本海での PKO を米軍が中心となって行う。東シナ海と日本海での軍事的政治的主導権を米国が入手することで、この地域の資源開発に圧倒的に米国エネルギー産業が開発の優位性を入手することができる。この戦略の前提として日本の自衛隊が自由に海外で軍事活動ができるような状況を形成しておくことが必要である。つまり日中に戦争をさしといて両方とも疲弊させておいて、そこにアメリカが PKO の形で入ってきて資源を横取りするという計画だそうです。それでいいの？いいわけないだろうか。そんなことよりも日本国と中国がお話をして大陸棚を一緒に開発しましょうで、会社で作りましょうと、合弁で会社を作ってその会社の利益を分け合いましょう。こっちの方がよっぽどいいじゃん。戦争必要ないじゃん。それアメリカが泥棒しようとしてる。アメリカが、ね、我々の資源を泥棒するために日中に戦争させるとしてると、ジョセフ・ナイフ自分で言ってるんだから間違いない。